イスの紹介をします。今日のアイスはこちら、じゃん、サーティワンアイスクリームベリーベリーストロベリーです。はい、サーティワンのカップバージョン、山崎から出てるやつで、山崎で買ったやつです。はい、で数量限定のサーティワンアイスクリームのこのカップタイプなんですけど、290円ぐらいで売ってました。はい、で115ml 入り、うん、普通のね、あの丸いのがどのぐらいなのかちょっとわかんないんですけど、うん、でもお家で食べれるってこれいいですよね。はい、でもう老若男女大人気のベリーベリーストロベリーです。はい、早速食べてみようと思います。こんな感じ、うん、綺麗な薄ピンクです。粒もちゃんと入ってます。いただきます。こんな感じ、いちご、うん、粒々もちゃんと入ってて歯ごたえもめちゃめちゃいいですね。うん、高い感じのこのいちごのアイス、うん、甘みも柔らかくて、なんだろう、このなんか何とも柔らかさがありますよね。うん、乳製品の時にストロベリー果肉が入ってるので、うん、そりゃいちごなわけだって感じですね。つぶつぶもちゃんとみっちり入ってるので、噛めば噛むほどいちごの感じが出てきます。どでかい、どでかい果肉を発掘しました。ハッピー、ドラマでした。今日はサーティワンアイスクリームベリーベリーストロベリーご紹介しました。うん、もうね、やっぱりアイスリーム味めちゃめちゃ美味しかったです。うん、ぜひね、甘いものが食べたいときは探して買ってみてください。はい、それでは